いじめは正義だから悪を懲らしめてるんだぞ。そんな風に子供に教えたのは僕らなんだよ。僕が正しくて君らが間違いなら、僕らは戦う運命にあるの。僕らはいつも答えで戦うけど、二つあって初めて答えなんだよ。天使の世界であちらが正しいとかこちらが間違ってるとかわからないんだ。悪魔と天使、僕らがどちらなのかなんてさ、わかるはずもなければわかりたくもない。正義が支配する最悪な世界では、マジョリティこそが正しいとみんな間違えてる。正義を生み出した神様聞こえてますか？あんなものを生み出したからみんな争う。悪は自分の中にいるんだと、世界のせいにしちゃダメだと僕はそう思ったんだ。何かを変えるってことは自分自身を変えるということと本当同じなんだよ。僕らが変わるってことは世界を変えるということと、ほとんど同じなんだよ。悪魔と天使の世界でこちらが正しいとかあちらが間違ってるとかわからないんだ。賛成と反対じゃない。